混乱の引き金を最初に引いたのはどちら側だったのか、今となっては明らかではない。せっかく敷設した無人機による自動揚撃システムを迂回する長距離攻撃をオーシアが取り始め、この攻撃飛行隊の通信と後方の手段を奪いたいとエルジア側が思ったこと、自らは衛星打ち上げ能力を持たないエルジアがハッキング技術によってオーシア側の通信衛星と後方衛星の半分をジャックして使っていたのに対してオーシア軍が業を煮やしたこと、両軍の対衛星攻撃ミサイルを積んだ戦闘機が発進したのは偶然にもほぼ同時だったと思われる。互いの保有する軍事衛星を攻撃し合い生み出された大量のスペースデブリは攻撃対象ではなかった衛星たちまでも破壊していった。今のこの世界を支えているのが情報的な見通しの良さなのであれば、それがついえた。後に残されたのはひたすら混乱。通信が途絶え、放送が途絶え、全ての情報が断たれて一つの大陸にわたって展開していた両軍部隊はそれぞれに孤立化した。エルジア領になっている小国出身者の多い部隊はこの機会に独立を勝ち取ろうと次々に反乱を起こした。オーシア軍がなぜいくつかに割れて互いに臨戦態勢に入ったのかは私にもわからない。命令を発する権限をめぐってのいさかいがあったのだろう。かつてエルジア軍とオーシア軍が戦っていたこの大陸の上には今では無数の軍友が割拠しているというありさま。オーシア軍には囚人部隊がいて、これが反乱を起こしたという噂も耳にした。噂か。こうなってしまうとそんな儚いものがこの辺境のこの潮の湖までよくも漂いつけたものだ。私も本社と連絡が途絶えてしまった。コンピューターのネットワークが全てダウンしている。無人機を無線操縦ではなく自律型 AI 装備としておいたのはこの場合正解だった。 GPS の電波広報がダメでも自らのセンサー類に基づく自律広報で何とかなる。あれらは今でも正確にその任務を果たしているに違いない。未来から最後に得たデータを何とか送りたい。この状況ではすでに飛んでいる無人機の AI をアップデートするのは不可能かもしれないが、生産中のラインに持ち込むことはまだできるかもしれない。私はデータを携えて後方へ向かう用意を整える。そうだ、彼女たちも連れて行かなければ。実験助手のマーサにミハイの孫娘たちに旅支度をさせるようにと言った。マーサは若いが年の近い娘たちは帰ってよく言うことを聞いてくれるだろう。遠くにやはり安全な領域を求めて退避していくのだろう機体が見えた。あれはバラの紋章。エルジア側の衛星破壊を発端とする通信網の麻痺だが、我々オーシア軍にも影響が出てしまっている。ユージア中に波及し、未だ回復の見込みも立たない。エルジア側の対抗策かどうかも不明だ。だが、我々は事前に立案された作戦計画に従い、ファーバンティ解放後に予定されていた次の作戦を実行に移す。エルジア軍将校の中に、オーシアが開戦時より秘密裏に連絡を取っていた男がいる。首都を抑えられた今、エルジア内の急進派は急速に支持を失い、パワーバランスが変わりつつある。司令部はこの将校を窓口にして和平交渉をまとめることができると考えていたようだ。将校は現在アンカーヘッド市郊外に潜伏しており、オーシア軍から派遣された護衛と合流している。彼らはこれから市内東部の港湾地区にあるヘリとの合流地点を目指し一般車両で移動する予定だ。
そこで再編成したストライダー隊で将校の護衛をする。基地に防衛能力を残すためサイクロプスは待機だ。首都を失い通信網が機能していない今、エルジア側に統制の取れた反抗ができるとは思えない。だが将校の動きを察知したエルジア軍情報部が軍残党を動かして妨害してくる可能性が高い。将校から目を離さずしっかりと守りきるんだ。ファーバンティを制圧したからこそ得た貴重な終戦のチャンスだ。各員最大の検討を。なお先の通信障害により通信衛星を用いた敵味方の識別が信頼できなくなっている。そこで各機体に搭載した赤外線カメラの映像を処理し敵味方識別を行う。まずはハッドにアンノーンと表示されるが、対象に近づき一定時間捉えることで識別できるはずだ。ストライダー隊、待機信号を強化する。上空の大崎、こちらオーシアニク軍カール隊員だ。聞くんら護衛要員か。聞いていた部隊とは違うようだが、本当に味方か。こちらロングキャスター、長距離戦略打撃群の早期警戒管制機だ。カール隊員、彼らは味方です。ロングレンジ部隊か。では噂の2機もいるんだな。だといいんだけどな。ロングキャスター、これが全部アンノーンなのか。市内は内戦状態だ。エルジア軍同士撃ち合ってる。オーシア軍もいるが、この状況だ。味方にさえ撃たれかねる。機体カメラが捉えたアンノーンをこちらで映像処理し、敵味方を識別する。近距離および画面中央で捉えるほど識別処理は早くなる。その間に撃たれても逃げ回るしかないな。そうだ、攻撃前に必ず識別しろ。同士撃ちはしたくない。戦争にはなれません。しかしそれを差し引いても今夜の街は異常です。戒厳令下の街に銃声と爆発音、そして戦闘機の音が響いています。ストライダー隊の ID を教えてくれ。それとそこのサンドイッチを取ってくれ。ストライダーワンの目標破壊を確認。
ス、アルガス、この周波数で聞こえているものが味方だ。新たに入った命令を伝える。エドワール・ラバルトを暗殺せよ。同行するオーシアリク軍の部下は偽物だ。惑わされるな。もうすぐ長方を目指しに入る。ここを通過できればランデブーポイントのグランダーパークは目と鼻の席だ。変わりない。今から話すことを録音できるか。エルジアの内情を伝えておく。上で聞いてる連中が記録してくれるでしょう。もともと回線を視聴したのも戦線を広げたのも若手のエルジア将校でした。彼らは厳しい派と思われているが、彼らもそう見過ごせた背景にはベルカ人から借りた技術力がある。実際回線時無人機による攻撃は想定以上の戦果を上げた。そして空気だった。それが今のところ軍を日和に主義者どもの味方につけた。しかも王女まで担ぎ出した。エルジア飛行実験軍という組織が UAV の進化を10年早めたと言われている。昔の戦争のエースパイロットからデータを取って AI を作っているというが、我々から見ればマジナイア錬金術と変わらん。飛行機は人が飛ばすものだ。違うか、上で聞いている諸君。これよりグランダーパークに入る。ランデブーポイントはこの実行塔のヘリパッドだ。車両はそこで乗り捨て、ヘリに乗り換えて移動する。
ミサイルが投下された。それを使ってロシア軍機に偽装した無人機を作ったり、ハーリングを暗殺して敵の戦闘機乗りにその罪をなすりつけたりもした。結果的に赤軍機が乗っていない。ベルカの流出は混乱をもたらしただけなのか。ハーリングの殺しがエルシアの仕業だったとは驚きだね。政治家の話に食いつくとは珍しいな。食いつかずにいられるか。識別完了。エルジア機か。どういう状況なんだ。油断するな。
射。いいぞ、ストライダー1が撤去を仕留めた。気をつけろ、こいつら腕がいい。まさか、オーシャンの盾がちゃうか。一瞬だが見えた。爪痕を取っておき。もらったぞ。注意、ロックオンされている。
missile warning.準備できしたい俺たちも上がる。それとな、ラバルトは死んだ。なんだと。作戦空域から離れたエリアで別のロシア軍機から攻撃を受けたらしい。戦場は混乱していたが、しかしな。ともかく風間命令書で予定された作戦はここまでだそうだ。以降の方針は全く立っていない。今はとにかく自分の身を守るしかねえ。司令官はどうした？部屋から出てこないが生きてはいるようだ。鳴き声が聞こえるからな。